モーラン、ハーン。モンゴル語1448年から1466年は、モンゴルの第31代ハーン。大数ハーンの子で、マルコルギソハーンのイボアニにあたる。漢文資料では即位以前のモーランハーンのことを、トグス大使と記している。また、モーコ源流では、ムランハーンと表記される。1448年。 タイスンハーンとアルタガルジンハトンとの間に生まれる。3歳の時、タイスンハーンとアルタガルジンハトンが離縁したため、母方のゴルラトブで暮らすようになった。17歳の時、祖父であるチャブダンが亡くなったため、同じゴルラトブのハブチルというもののところで、召使われるようになった。しばらくしてその家に災いが起きたため、ハブチルが予言者や占い師に聞いたところ、 ボルジギンに悪いことをした天罰であると言われたので、恐れた、ハブチルはすぐさま、モーランを、オンリュート部のモーリハイの元に送った。1465年、オリシモハーンであるマルコルギスケクトハーンが、ボライ大使によって殺害されたので、モーランは、モーリハイによって、ハーンに擁立された。百六十六年のある日、ソロンガスのふとばというものが、モーラン・ハーンの元に来て、 モーリハイがあなたの妻、サマンディに色目を使い、兵を起こして攻めてきますと偽って、モーラン・ハーンに兵を起こさせ、一方で、モーリハイにも、ムラン・ハーンはあなたを殺して、あなたの国人を奪おうとしていますと嘘をつき、両者を争わせた。やがてモーラン・ハーンは、モーリハイに敗れ、殺害された。後に、モーリハイは、モーラン・ハーンの妻の一人モングチェイ・ハトンからふとばがの、はりごとだったと知り、 ふトゥバガの下を切って殺した。モーラン・ハーンの死後、モーリハイは、しばらく新たなハーンを擁立せず、9年間の空位の、後、大数ハーンの弟であるマンデュールンが、ハーニーについた。ありがとうございます。